で試しというかですね、ネットビジネスを学ぶためにいいんですけども、最終的にはというか早い段階でですね、ご自身のサービスを作って売られることをお勧めしています。まあ、ASP、アフィリエイトがダメということではなくて、やっぱり一番いいのはご自身のサービスを売ることですね。で、副業ランキングについてご相談いただいています。バルナー副業、楽しい副業どんなものでしょうかと。楽しい副業というのはいろいろありますけども、お金にならなければってところですよね。まあ、日本の副業ってやっぱり、まあ、ちょっと苦行みたいなですね、ちょっと辛いところありますよね。お金がいい、それで良ければいいんですけれども、例えばクラウドワークスのようにですね、単価が下がってしまっている、例えばライティングとかですね、そういう作業はですね、なかなか大変な割にですね、単価が低いというちょっと、二重苦に陥ってますよね。なので楽しいものを探すってなかなか難しいんですけれども、まずはですね、得意なところからやられるといいかなと思います。まあ、もちろん好きで得意だったらいいんですけれども、まずは得意なところっていうのは稼ぎやすい。